はい、皆さんこんにちは、ワンダーレベルビジです。今回はプレイステーションのゲーム提督の決断3パープキット真珠湾シナリオの続きをプレイしていきたいと思います。前回西海岸のサンディエゴ、ロサンゼルス、そしてサンフランシスコと、3つの拠点を攻撃制圧しました。今回はアメリカ軍最後の大規模拠点シアトルに向けて部隊を出撃させていきたいと思います。シアトルの方にはですね、工作員を送り込んでまして情報を吸い上げてあります。守備隊が99、飛行隊が50ということで、守備隊自体は多いものの航空隊の数はだいぶすり減ってるなという印象があります。一方の帝国軍の方ですが、第2、第4、第6、7、8、10と6個艦隊を投入します。特に第2艦隊ですね、この南雲さんの空母6隻を含む機動部隊、これが主力になります。先ほどご紹介したサンディエゴ、ロサンゼルス、サンフランシスコ、この3つの拠点攻撃のために航空隊が多少すり減っていましたので補充しています。それに伴って練度が多少落ちているというのが少し気がかりなポイントになります。ただ兵力差でここはね、押し切りたいというふうに思います。では時間を進めていきましょう。サンディエゴ、ここに、航空隊がやってきているという話ですね。おお、アメリカ軍第一艦隊は再建を果たしているんだな。ちょっとこれは要注意ですね。索敵しましょう。サンディエゴを落とされると、まあ元も子もないというのもありますからね。よって、サンディエゴには、第6艦隊もしくは第7艦隊を振り向けて、迎撃に出たいと思います。どの艦隊が適任かというのはちょっと考える必要がありますが、まあ、栗田さんの、空母6隻、この艦隊を振り向けましょうか。紹介活動に入ります。サンディエゴの近辺ですね。敵の艦隊が迫ってくるようであれば、これを迎撃するという作戦です。正規空母が2隻、軽空母が4隻の艦隊です。さらに敵航空隊。航空機が2機。あ、これは単なる。偵察目的ですかね。第2艦隊ですね。アメリカ軍の第2艦隊。今、活動が確認できているのが、第1航空艦隊、第2航空艦隊ですね。アメリカ軍の。これが第1航空艦隊ですね。あとは、潜水艦隊が 2個艦隊展開しているのも確認済みです。敵空母発見。空母3、戦艦2。これ、空撃で仕留めましょう。サンディエゴが落とされると、とても面倒なので、そうならないうちにね、この最後の空母決戦になると思うんですけども、この艦隊戦、海戦で沈めたいと思います。で、間に合えばですが、サンディエゴには守備隊を増強します。あと航空隊もね、ちょっと増強しましょう。まさか再建してるとは思わなかったので、ここは完全に裏をかかれる形になりました。完全にアメリカ軍は、航空艦隊を再建する力がもうないと思ってたんですけども、さすがですね。さあ、航空機同士のドッグファイトを制しましたので、ここから空母の攻撃仕掛けていきます。ちょっと航空機の損害が激しすぎましたね。アメリカ軍の第一航空艦隊相手に航空機、100機以上失ってます。奮戦もなしくサンディエゴが落とされてしまいました。ちょっとここは痛手を被りましたね。まあ、ただ、主力の艦隊は残ってますので、直ちに、時間を戻してですね、
このアメリカ軍の生き残り空母部隊を叩いて、改めてサンフランシスコ攻略という流れにしたいと思います。では改めて時間を巻き戻しました。サンディエゴ近海にですね、主力の空母を配置しています。ちょうど敵艦隊がですね、先ほどの通り迫ってきている様子がありますね。これを撃退してからサンフランシスコ攻略戦へと入っていきたいと思います。今度こそアメリカ海軍を完全に息の根を止めたいですよね。さあ見つけた。ここは第一次攻撃隊は主力の第二艦隊から出したいので第六艦隊は一旦スルーします。でサンディエゴの方なんですけども、直縁の数を増やしましょうか。直縁を 75% まで増やします。そして、第二艦隊から、全404機。これを出します。ただ、やはりね、消耗していた航空隊を補充しているというのがあって、練度が、まあ、90前後あったものが70まで落ちていると。70前後まで落ちているというところがありますので、損害が多少多めに出るというのを覚悟した方がいいかもしれません。敵はワイルドキャットですね。まずは正規空母1隻撃沈しました。で、このアメリカ軍の第一航空艦隊には空母が3隻入っているのを確認してあります。このイントレピッドも撃沈で、残り1隻どこかにいると思うんですが、もうすでに戦闘海域を離脱していると思われますね。はい、第一次攻撃隊、航空機80機を失いましたが敵の空母2隻を撃沈しています。この後ようやくですね第6艦隊からも航空隊を出せるかなと思います。そこで残り1隻の空母を仕留めましょう。そしてもう一つの艦隊第2航空艦隊も潜んでいると思いますのでこれもね、しっかり仕留めてからサンフランシスコ攻略戦へと向かいたいと思います。では第6艦隊から部隊を出撃させます。詳細がちょっと不明な敵の艦隊になりますね。第一艦隊なのか第二艦隊なのか。潜水艦隊か。おとりを食らったな。これで第六艦隊の航空隊が無駄足になりましたね。さあ、第二艦隊の方は確実に敵の空母を発見しましたので、これを仕留めにかかります。今確認できているアメリカ軍の空母。これは2隻になっていると思います。活動中のアメリカ軍の空母2隻。これを確実に仕留めてからサンフランシスコから、シアトルへ向けて部隊を出していきたいと思いますので、まずは敵の空母を確実に仕留めたいと思います。空母はおそらく軽空母ですかね。戦艦2隻、ニューヨーク島を撃沈しています。では、敵の艦隊、空母を完全に仕留めきれてはいないんですが、大損害を与えたのは確実なので、ここから、いよいよシアトル攻略戦を行っていきたいと思います。では、シアトルに向けて、空爆をする攻撃隊を送っていきたいと思います。取り逃したアメリカ軍の艦隊ですが、シアトル方面に逃走した様子はないですね。太平洋、サイパンあたりにおそらく、待機をするものと思われますが、これは追わないで、もうシアトルを落として攻略完了に持っていければいいかなと思います。
続いて第2次攻撃隊です。ここは南雲さんの第2艦隊300機出します。これである程度このシアトルの基地を無力化して、改めて陸戦隊を送り込んでいきたいと思います。はい、第1次攻撃隊、第2次攻撃隊を使って、飛行場、湾口施設、要塞を破壊しました。守備隊の数も65まで減りましたね。ではこの後は陸戦隊を送り込みつつ往復航空攻撃、これも行っていきたいと思います。陸戦隊50部隊ほど送り込みました。さらに航空隊による往復爆撃ですね。これも行っています。これによって、基地は完全に無力化。残りの守備隊も60弱まで減ってきています。航空隊の支援を受ければですね、この60という数、あっという間にすり減らすことができると思いますので、シアルと攻略、続きをやっていきます。続いて第4次攻撃隊を出しています。味方陸戦隊もかなり敵陣奥深くまで切り込んでますね。はい、シアトルを占領しました。ではこれでアメリカ軍のですね、主要拠点と呼ばれるものは全て制圧したと思いますので、エンディングへと入っていきたいと思います。ハワイが日本の信託領地になるというのは夢がありますね。今だとね、ハワイに行くのに家族3人で行くとしたら、航空券だけでも、5、60万すると思うので、国内旅行でハワイが行けたら最高でしたね。というわけで、プレイステーションの提督の決断3パープキット、以上で攻略完了としたいと思います。